はいはい。みんなから質問が来てるの？トキアとレイちゃんとの過ごし方か。気が向いた時に集まる感じだよね。何かやろうって思った時に誘いやすいっていうか、一緒にいた時間が長いからそう思うのかも。トキアも口ではいろいろ言っても、なんだかんだで予定が合えば一緒に遊んでくれるんだよね。マスターコースの時からそうなんだけど、二人が頑張ってるのを見てると、俺も頑張ろうって思えるんだ。特に予定は決めてないけど、これからどこに行こうかな。このまま三人で散歩しながら決める？きっと三人なら何をしても楽しいよ。